皆さんどうも、高島です。それでは今回は九州の中核市、鹿児島市と長崎市を比較していきたいと思います。まず映像の方、鹿児島の JR 中心駅前、鹿児島中央駅周辺の様子となっております。駅自体ですけれども、観覧車ですとか、アミュプラザの複合商業施設がくっついていて大変大きなものとなっております。駅前もこの駅に新幹線が通って以降、イオンの商業施設ですとか大きめの建物が増えたようです。 続いては JR 長崎駅前の様子見ていきたいと思います。こちらも九州の駅前らしくアミプラザの複合商業施設があります。で、映像奥の方ですけれども、新しい長崎駅が作られていまして、今後新幹線も通ります。で、駅前には国道202号線が通っています。鹿児島と共通して、 駅前というか街中には路面電車が走っています。まあ、鹿児島と比べて小さめの中層ビルがたくさん並んでいる、そういう駅前の景観と言えるかもしれません。続いては、両都市の中心市街地のメインストリートを移していきたいと思います。まずは鹿児島です。こちら、鹿児島中央駅から少し離れたところになるんですけれども、まあ、天文館周辺ですね。 そちらが鹿児島の中心的なエリアとなりますので、映像の方、伊豆路通りという道になっておりますけれども、映していきたいと思います。まあ、路面電車が頻繁に往来していて、このように片側のね、アーケードっていうのが歩道に広がっているというふうになります。まあ、桜島があるということで、灰が降ってくる、降灰しやすいということで、まあ、歩道の上、アーケードが長く設置されております。 で、そのアーケードの先ですけれども、ホテルですとかオイスビルの建物がメインになっております。まあ、この鹿児島の中心部、高層ビルなんかは特に見られないんですが、10階建て以上の建物、街中目立っていまして、都会的な景観が作り出されております。続いては、長崎市の中心市街地のメインストリートをご紹介していきたいと思います。映像の方ですけれども、月町通りというところをまずは映します。 まあ、鹿児島市に比べますと、まあ、マンションですとか高めの建物がより目立っているというふうになりますでしょうか。まあ、この長崎市、鹿児島などと比べましても、平地の狭い都市となっておりますので、まあ、新しい建物を中心にしてですね、割と高めの建物が多い、そういう場所になっております。 で、映像の方、イオンが映りましたけれども、このあたりバスターミナルもあるということで、まあ、路面電車以外にも、路線バスがこの市内ね、大変活躍しているというふうになるんですね。で、この月町通りから少し東の方に入ったところにはなるんですけれども、大変有名な長崎新地中華街っていうのも、すぐ奥に入ったところにありますので、軽く映しました。でさらに月町通りを北にやってまいりました。 西浜の町という定理所があったりするんですけれども、このあたりもね、えー、雑居ビルが多数並んでいますが、ここからちょっと通りを変えてみたいと思います。今まで南北に通っている月町通り歩いていましたが、これからですね、東西に通っている春雨通りという道を歩いてみたいと思います。まあ、こちらの通りもご覧のように路面電車が通っていまして、その周りも栄えている感じになるんですけれども、 道路の反対側アーケードも設置されていてですね、このあたり繁華街感というのが強まってきた雰囲気がしますよね。続いては両都市のアーケード街見ていきたいと思います。まずは鹿児島市です。先ほども申し上げた通り桜島からの荒廃の影響により、中心市街地で人が多く歩いているところというのはアーケードが設置されている部分、 が大半になっておりますで、このアーケードの中のお店ですけれども、地元のものから全国チェーンのものまでバランスよく並んでいるという印象が大変強くあります。そのどれもが賑わっているそういう印象ですね。で、これ先ほどのいずろ通りの方なんですけれども、まあ、それをまたいで反対側にもアーケード全外式のものがあります。 これ超えてきたところになりますけれどもねえ、先ほどのエリアと比べまして、より大手のものですとか大規模なお店っていうのが増えてきたような感じがします。このようにボートレースの建物もあったり、あとチェーンのカラオケ店も複数目立っている雰囲気になりますね。このアーケードをね、超えていったところに観楽街がありますから、その影響かと思われます。 ま、今は豆路通りの南側のアーケードを映しているんですが、北側の方がね、まあ、より規模が広いというか、何本もそして長く伸びているというね、そういう作りになっております。その分、そちらのアーケード街の端の方になってくると、地元のお店の割合というのが高まっていたりしましたね。続いては、長崎市のアーケード街見ていきたいと思います。こちら、浜の町アーケードというところを映しております。先ほど、春雨通り、 のメインストリートをご紹介しましたけれども、その一個北に並行するように伸びております。こちらのアーケード街に関しましても、大手のチェーン店というのが多数並んでおります。まあ、これも長崎の地形が影響しているものとなっておりまして、平地の限られた都市になりますから、郊外に大型のショッピングモールっていうのを作りにくい場所になっているんですね。まあですから、 一般的にはショッピングモールの中だったり郊外、ロードサイドに店舗を構えるようなお店であってもこのアーケードの中に出店する街中にお店を構えるというね他の街とは違う特殊な事情がありましてですからこういうふうに大手チェーン店が多いそういうアーケード街となっておりますこのように家電量販店というのも結構アーケードの中目立っておりましてこれが郊外にありそうなお店 が、中心市街地にできているというね、まさに象徴的な景観と言えるんじゃないかなというふうに思います。で、このアーケード街、中でクロスをしておりまして、今ね、北向けて進んでおりますけれども、ベルナード観光通りというね、通りに切り替わりました。両都市人口規模で言いますと、鹿児島60万、長崎40万で、鹿児島の方が上回るんですけれども、まあ長崎、本当に土地がない、 ですから、中心市街地の都市景観、どちらもそんなに変わらないぐらい栄えている、賑わっているように見えますよね。特に長崎の中心部は建物の密度なんかもすごいので、その分都会的に見えるかもしれません。では最後に両都市の観楽街比較していきたいと思います。まず、鹿児島市の方になるんですが、山の口町というエリアがですね、先ほどの電車の通りの南側に広がっております。 まあやはり鹿児島と言いましたらお酒の消費量、アルコールの消費量が多いイメージがあります。その分このように飲み屋というのが大変多くですね、複数の細い通りに連なっている、そういうね飲み屋の通りが並行している、そういう観楽街の都市景観となっております。まあ、風俗系のお店というのはこうしたところとまた別にね、並んでいたりするようです。で続いては長崎市の観楽街。 見ていきたいと思います。まあ、この辺りがね、市安橋の周辺となっております。先ほど映しました、春雨通りの電車が通っている通りのね、えー、南側に広がっているところになります。ま、もともとこの辺り遊郭があって、その手前にね、このように飲み屋街っていうのが広がっていったようになるんですかね。ご覧のように大変細い通り沿いにたくさんの看板が並んでいて、 夜の雰囲気というのは大変強い場所になっているのがお分かりいただけるかと思います。現在におきましては、店舗型のね、風俗店っていうのは特に見られない、そういう歓楽街になっているようであります。でも、鹿児島市も長崎市も、飲み屋街っていうのが大変強く賑わっている様子っていうのが伝わってきましたね。ということで、九州の二つの中核市、 鹿児島市そして長崎市の都市計画を比較してまいりましたけれども、皆さんにはどちらが都会に移りましたでしょうかご視聴ありがとうございました。